俺たちのジャパンへようこそ。皆さんが最も好きな国はどこでしょうか。多くの方は自分の生まれた国と答えるのではないでしょうか。逆に嫌いな国と海外から指摘されることは避けたいですよね。今回のお話にはスポーツを通じて様々な国籍の友人がいる外国人が登場します。純粋にスポーツを楽しんでいる中で、とある国のサポーターの悪質な行為に入国してくるなと言ってしまうほど腹を立てる経験をします。そんな事態を起こしてしまう国の人々は世界からどんな目で見られているのでしょうか。隣同士の国は仲が悪いなんて言われることもありますが、遠く離れた国の人からの評判は果たしてどのようなものなのでしょう。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。僕はヒューゴ、フランス人の大学生だよ。あなたの友達はあなたと同じ国の出身の人が多いかな、それとも外国人の友達が多い方？僕は自慢じゃないけど、フランス人の友達の他にも外国人の友達がたくさんいる。日本人の友達も何人かいるんだよ。そうした友達のほとんどが趣味で知り合った人たちだ。もちろんどんな国の出身であるかよりも一緒にいて楽しいかどうかの方が重要だ。でもやっぱりルーツとなっている国によって国民性に違いが出てくるのがわかるよね。先日そうしたことをすごく実感するような経験をしたから、ちょっとその話を聞いてもらいたいな。まず僕の趣味というのはスポーツ全般。ラグビー、アメフト、バスケットボールみたいな球技に興味があって、特に好きなスポーツはサッカー。サッカーはフランスで一番人気があるスポーツなんだ。4年に一度行われるサッカーのワールドカップでも強豪国として知られていると思う。こうしたスポーツを楽しむ場合、海外で開催されているトーナメントや試合を見るために僕はよくスポーツバーに行くんだ。スポーツバーにはいろいろな国の外国人もたくさん集まっている。お酒を飲んで気分が盛り上がっているのもあるけど、同じ試合を見ているので誰とでもすぐに話がしやすい。応援しているチームが得点をした際にはみんなで盛り上がるから、周りに座っている人とすぐに友達になることができる。そうしてできた友達で特に仲がいいのはドイツ人のベルナーという人だ。初めて会った時は仕事帰りだったらしく、きちんとしたスーツを着ていて、ラフな格好の僕とは別世界の人かもしれないっていう印象だった。でもゲームが盛り上がるにつれて、とても楽しそうな表情になってすっかり意気投合した。真面目で融通が効かない時も多いけど、正直で信頼できる大切な友達だ。ある日、ベルナーの応援しているサッカーチームの試合があるから見に行こうと彼に連絡をしたんだ。当然喜んで来てくれるだろうと予想していたのに、彼からの返事は絶対に行かないというものだった。どうして？何か気に障るようなことをしてしまったかな。意外な展開に僕は心配になってしまい、そう聞いた。ヒューゴのせいではないよ。対戦相手が大嫌いな奴らなんだ。気分が悪くなるだろうから今日はおとなしく家で応援することにしているんだ。悪いけどまた今度誘ってくれ。ベルナーがそこまで言うのなら無理に誘うことはできない。僕は、わかった、また今度ね、と言って電話を切った。そういえば対戦相手ってどこだっけ？僕はスマホを操作して調べてみると、なるほど、と声を上げた。今日ドイツと対戦するチームは韓国だ。今更ながら思い出したけど、数ヶ月前に僕とベルナーがスポーツバーで体験したことを思い出した。その日はイタリアと韓国が対戦していた。その時に隣の席で応援していた韓国のサポーターの態度が最悪だったんだよな。
韓国が得点をすると大声でこれ見よがしな歓声を上げるのはまだいいとして、ニヤニヤとこちらを見下したような目で見てきたんだ。言葉はわからなかったけど、それをいいことにひどいことを言っているんだろうなという雰囲気がした。せっかく楽しく応援しているのに、そんな人たちが隣にいたせいで、僕らはなんだか嫌な気持ちになってしまっていた。韓国って選手もひどい態度をしたりしてニュースになることが多いけど、サポーターにもこういう人がいるんだな。結局試合はイタリアが勝ったんだけど、そのせいで彼らの態度はさらに悪化した。彼らがトイレに向かうときにすれ違ったんだけど、ぶつかってきて謝りもしないどころか舌打ちをされた。相変わらず大声で何やら騒ぎ立てたりしていたし、店員さんにひどい罵声を浴びせたりもしていた。ベルナーは今にも彼らにつかみかかりそうだったし、僕も思いっきりにらみつけてやった。そんな調子で僕らは気分が悪くなり、スポーツバーを出て他の店で飲むことにした。去り際に、お前たち最低だよ、韓国人は入国してくるなって言い捨ててやったよ。なんて言ったかは伝わらなかったと思うけど、面白くなさそうな顔をしていたからスッとしたけどね。あんなことがあったんだから、ベルナーが行きたくないと思っても仕方がない。さて今日はどうしようかな。僕も家で応援した方がいいのかもしれない。そう思ったけど、結局スポーツバーに行くことにした。やっぱり一人で応援するよりもみんなと応援した方が楽しい。お店に行けば誰か知り合いがいるかもしれないしね。スポーツバーに入ると案の定見知った顔があった。イギリス人のハリーと韓国人のシウダ。僕が二人に声をかけると、やあヒューゴ、今日はベルナーと一緒じゃないんだ、ドイツの試合だから絶対に来ると思っていたのに、と言われた。そうなんだ、韓国が相手の試合は苦手だから家で見るんだって。シウの手前だと言いにくいなと思いながらも、他になんて言ったらいいか思いつかなかったので、僕は正直にそう言った。するとハリーは、へえ、残念だけどドイツ人って世界一韓国を嫌っているらしいから仕方ないかもね、なんて言う。そうなの？でも前にシウは日本と韓国って仲が悪いって言っていたよね。日本人の方が嫌いな人が多いんじゃないの？僕がビールを注文しながらそう言うと、シウも、うん、僕もそう思うけど、と居心地が悪そうに同意した。やっぱりシウには悪いかな。韓国を嫌いな国の話を韓国人の前でするのはちょっと遠慮してしまうよね。僕はそう思ったけど、ハリーはあまり気にしていないようで話を続けた。そうでもないみたいだよ。イギリスの BBC で韓国を嫌いな国ランキングが話題になってたんだよね。そう言ってスマホを操作してニュース記事を表示してくれた。 BBC はイギリスの公共放送だ。面白いニュースが多いから僕もたまに見ることがあるよ。僕はハリーからスマホを受け取ってそのニュースを見てみた。その記事によると、韓国を一番嫌っているのはドイツ。その理由はスポーツにまで政治を持ち込む国民性が嫌だからというものだった。2位はなんと我が国フランス。しかしフランスの韓国否定派は約5割の 47%。 ドイツはそれに大差をつけた 65% を占めているようだった。その他は3位メキシコ、4位カナダ、5位イギリスと続いていた。日本は何位なの？とシウに聞かれて見てみると、意外なことに13位のようだった。僕は日本が嫌いだから、日本に嫌われてるのはどうでもいいって思っていたけど、それ以上に嫌われている国がこんなにあるのか、なんだかショックだな。シウは絶望した表情でそう言った。
まあ僕も韓国人のせいで嫌な思いをしたことがあるけど、シューのことは嫌いじゃないから気にしないでよ。僕はそうフォローしたけど、あんまり効果はなかったみたいだった。シューは友達を大切にしてくれるいいやつだけど、自国である韓国が好きすぎて周りが見えなくなる時がある。それが行き過ぎてしまって、他の国を悪く言う癖もあったりするから、ちょっと嫌だなって思う時もある。それに正直、シウが日本が嫌いというのには同意できないなと僕は思っている。このスポーツバーでできた日本人の友達はみんな穏やかで、いつもニコニコしている。そう思っていると、離れた席にいる日本人の友達のイツキと目が合った。彼は別の友人たちと一緒にいるようだったけど、こちらに気づいて手を振ってくれたので、僕も手を振り返した。イツキはフランス語が得意みたいだし、サッカーのことにも結構詳しい。でも自分が話すより人の話を聞いていた方が楽しいんだ、なんていう割とおとなしい性格だ。彼と話をしていると、感心したり褒めたりしてくれたりするものだから、僕は気分が良くなっていろいろな話をしてしまう。いわゆる聞き上手っていう人なんだよね。いつも礼儀正しくて、ゲームに勝っても負けても一緒に楽しんでくれる。今もそうだけど、おとなしい性格なのに、いつもたくさんの友達に囲まれているんだよね。ひいきのチームが勝っても見下してきたりなんてしないし、存分に一緒にスポーツを楽しむことのできる素晴らしい人だよ。正直、前に会った韓国人のサポーターと比べたら天と地ほどの差があると思う。日本と韓国は隣り合った国だから、いろいろといさかいがあるのかもしれない。でも BBC ニュースの結果のように、遠く離れたヨーロッパにあるドイツやフランスに至って、どんな人たちなのかはわかるよ。世界はとても広いけど、今はインターネットやテレビでどんなこともすぐに伝わってしまうっていうのもあるしね。他の国の人たちは結構いろいろと見ているものだ。人に対する振る舞いには気を使っていく必要があるなと僕も思い知ることになったよ。韓国は世界中から嫌われていると思う。5年間20カ国の人たちと国際交流をしたけど、韓国人と仲良くしているのは日本人だけ。欧米人は避けていたし、中国人は露骨に嫌っていたよ。韓国人はひどいことを平気でやっているのに、好かれると思っているからすごいよね。韓国人は嫌われている自覚があるよね。海外でどこの国と聞かれたら日本人だと言ってるのを見かけるよ。みんなが楽しんでいるスポーツでイカ様や嫌がらせしたらキレられるに決まっているだろう。日本が一番嫌っていると思っていたけど、そうでもないんだね。ドイツの人たちはとても秩序があって規則的なんだけど、それに対して韓国人は無秩序な人が多い。さらに自分たちの非を直そうとしないから嫌われているんだと思う。韓国は逆にドイツが大好きみたいだけど、皮肉なものだよね。韓国と日本の仲が悪いことは知られていますが、世界にはお隣の国同士で仲の悪い国の方が多いことはご存知でしょうか。世界一有名な犬猿の仲と言われる国はトルコとギリシャです。トルコへ向かう旅行者には、たとえそれが事実であったとしても、ギリシャを褒めるななんてアドバイスされるほどなんだそうです。他にもトルコとアルメニア、アルメニアとアゼルバイジャン、セルビアとクロアチア、ハンガリーとルーマニア、ロシアとリトアニア、イギリスとフランス、アメリカとカナダなど近隣の国々で対立が起きています。ロシアとウクライナもそうした対立から現在のような侵攻に至ってしまいました。逆にお隣同士で仲がいいという国もありますよね。日本と台湾といえば納得される方も多いのではないでしょうか。
日台関係は相思相愛といえるほど良好な関係を結んでいますよね。とても素晴らしいことですが、これは世界的に見ると超例外といえるんです。他にも北欧諸国とイスラム共同体は良好な関係を結んでいましたが、現在は様々な問題が起こり、あまり良いとは言えない状態になっているようです。隣の国と仲良くできない日本が悪いなんて批評をされることもありますが、それはとんでもないことです。ともすれば危機的な対立になってしまうような世界の国々の仲の悪さに比べたら、日本と韓国は仲の悪いうちに入らないと言えるでしょう。世界からはそれほど仲が悪いとは思えないなんて言われたりもしているようですよ。日本人としてはこれからも他の国々と友好的な関係を保っていきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。